あのカメラのレンズをずっと見るっていうのい怖い怖い怖いおい松山なんで俺の話聞いて <laughs> 聞いてます聞いてます <laughs> 聞いてはいるいす,、ね、すごいこっち向いて叫んでる <laughs> 松山さんは全くケーキを見ません <laughs> すげえあまあ見れない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 ,れない,れないめっちゃ見たい<あ>盛大な拍手でお迎えください お札から飛び出してきたのは我らが戸の神木隆之介さんそして杉咲花さん松山ケンイチさん小手伸也さん桜田通さん浅野忠信さん佐藤浩一さん前田哲監督です盛大な拍手をお送りください。<laughs> それではまずは一言ずつご来場の皆様にごあ拶をいただき、ねはい、ます。 撤去してねじゃあ代わりが入るまで待ちましょうか <laughs> はい殿の顔入りましたでは改めて伺ってまいります、えー、ご来場の皆様へご挨拶をいただきたいと思います、えー、松平小四郎役をやらせていただきました神木隆之介です、えー、皆様今日は、えー、足を運んでいただき誠に本当にありがとうございますびっくりしましたね今撤去されたかと思ったらまた新しいパネルが出てきてちょっと安心したところでありますけども、えー、まあどうでしたか皆さん どどうでしたかって聞き方変ですね。そのこう出てきた演出どういかがでしたかどうでしたか大丈夫でしたか <laughs> 大丈夫でしたかああよかったよかったちょっと安心しました。こんな風に、えー、まあ軽いねこうフットワークな感じで、えー、楽しんでいきたいと思いますので、えー、どうか、えー、お付き合いのほどよろしくお願いいたしますよろしくお願いします。<laughs> 何を挑戦したらいいですか、ね。何もしてないんですか特に何もしてないんですよでまあ ここつい先日30代突入いたしましてですね僕、あまりああそんなすすまませんありがとうございますだから特になんか20代だから例えばやり残したことはやりたかったことは30代だからやりたいことはっていうのは僕、あんまりないんですよねそういうなんか年っていうか20代だからこそとかってそんなに考えたことがなくて。 でだから挑戦をするとか何かを始めたいとかそういうのになんかあんまりなんかやりたいときに挑戦したいとかそういうタイミングだと思うんですけど何がいいんですかね何にも考えなくて30代突入してしまいましてなるほど何がいいんですかねなんか,なんかやられたことありますか皆さん,なんかこう<お>さ<あ> 三十、三っ代。三十代になった時をこう振り返って。松山さんあります、これ、これ。おすすめとか、うん、松山さん、いつもアニメおすすめされてるんですよね。あ、そうですよね。松山さん。松山さん、マイクを。松山さん。え <laughs>、はい、三十代になった神木さんに何かおすすめすることあります。あのー。全然話変わるんですけど。<laughs> 変わるんだ。あのー。僕、この質問あるなと思って、せっかくなんで。今、あのー。 舞台上でチャレンジしてみようと思ったんですよ。お、何ですか。え、でも今やってんですけど、今やってんの？はい。嘘。え、どこどこ何？あの出てきてあの落ちにしてからあのカメラのレンズをずっと見るっていう怖い怖い怖い。ずっとやってるんです。すいな。意味がわからない。カメラマンさんびっくりだよね。それ。ずっと見てんですよレンズ。そっから目を離さないっていうチャレンジを今やっててすっごい後悔してんですよね。 お客さんの顔も見れないし、キャストの顔も見れないし、話入りたくても入れないし、もうここまで来ちゃったなんか引き裂かれながらある。最後まで行きたいなと思うんですけど、ずっとあのカメラ見てるんですよ。やばいな。どういう見返りがあんだよ。いやあの、おいちゃんとこっちは見ろよ。見ないん。絶対見ないですね。絶対見ない。そうなんですよ。最後までやりたいなと思って。確かにうこ僕もねやりきってほしい。うん、三十の時は。 まあいろいろ考え方変わる時期でもありますので、なんかもっともっといろんななんか今まで見えてこなかったところでまあ挑戦しようとかっていうのは多分出てくると思うんで、あのアニメだってもしかしたら違う方向のジャンルに行くかもしれないですし、そうなったらぜひ教,、はい、教えてください。本当に目を動かさないね。<laughs> そうなんですよ。はい、すごい気になるな。ね、どこの局のカメラなんでしょうか。非常に気になりますね。<laughs> せっかくので尊敬する父上にも伺ってもいいですか。 30になっていやあのねまあ佐藤浩市五六としてはね、はい、無駄に過ごす時間はあっても無駄になる経験はないおお<ー>だから何をやってもいいぞ <laughs> 今,今だからこそ全てができるからおい松山何で俺の話 <laughs> 聞いてるん <laughs> はいありがとうございます5月19日に30歳のお誕生日を迎えられたということで本日はサプライズで 特製ケーキご用意しましたお願いします<ー>いいんですかどっからはいなに<っ>なんか立てられてる<ー>なんか立てられてるなんだ大名父さんの特製ケーキでございますすげえ。うわぁ俺だすげえ。すすごいすあもしやこれは…小判ですか小判ですねやばいやばい すごいこっち向いて叫んでる松山さんは全くケーキを見ません見れない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 めっちゃ見たいすごいなこれはすごいなすごいなすごいこれ見といた方がいいな見といた方がいいきついな本当苦しい松山さんね明日以降の情報番組でお確かめくださいめちゃくちゃ嬉しいです神木さん改めて30代の抱負を皆さんにお願いします抱負そうですねまあ まあ、さっきも言った通おり、まあ、そこまでなんか明確な30代での目標というのはないんですけど、まあ、あの今まで通り、えー、変わらずあのこのスタンスで、まあ、ゆっくりとあの、まあ、より楽しくですかねより楽しく生きることができたらいいなと思っておりますので今後もどうかよろしくお願いいたします。ありがとうございいますかわいい ありがとうございます。最後センターおっしゃれもう一度行きましょう。はい。<笑><笑> <laughs> ついにセンターおっしゃれカメラマンも諦めました。<laughs> はい。<laughs> ありがとうございました。 目線を一切外すことなく松山さんが消えていきました。ありがとうございました